皆様こんにちは。それなりに清く正しい生活をしております。椎名でございます。今回お邪魔させていただいているのは、共同拠点でございます。何を隠そう、中央の拠点の発展度合いが非常に目覚ましいもので、本当にびっくりいたしました。最初見たとき、びっくりして辺りを見回したほどでございますからね。大まかなレイアウトは変わってはいませんが、設置している施設が非常に多くなりました。まずこちら、エクストラユーティリティーズの各種発電機でございますね。なんで全種類並べてあるのかというと、エクストラユーティリティーズの最強の発電機は、すべての発電機が稼働している状態で動き出すからでございますね。全部の発電機が動き出すとき、その発電機は七色の光と共に動き始めるとかなんとか。そうそう、そして、中央にはドラコニック、エボリューションの蓄電機がございますね。相変わらず蓄電量の規模が凄まじいものですが、このあたりは私も詳しく存じ上げてないので何とも言えません。というか、施設の半分くらい存じ上げていないようなものなので、どれがどういった役割をこなしているかちんぷんかんぷんだったりしますね。そもそも電力状況が凄まじいことになっているから、ここまで来ていれば本当に電力不足とは無縁でしょうね。私もここまで発展させることができるように、いろいろと頑張っていきたい所存。それと工業系は拠点建物の内部、魔術は拠点の外で、というような配置になっておりますね。魔術系の儀式などはどうしても規模が大きくなっていってしまうので、拠点の外でやった方がいいだろうからでしょうけども。魔術に関しては工業化もっと以上に知識がないので、本当に存じ上げていないので、形を見ただけでは何が何だかわからないんですよね。こちらは、トラック関係でしょうか？トラックといえば、1.7.10 にあったカースドアースが 1.10.2 の環境でも作成方法こそ変わりましたが、健在しておりますね。コスト的に見れば、格段に安くなっておりますし、お手軽に作成することができるようになりました。むむ、あちらの建物は何でしょう？建物の上にブラッドマジックの儀式が展開されているのかな？で、パワードスポナー、これはいかん。急いで離れなくては。案の定、体力がガリガリ削れていっているので、範囲内にいるモブから血液を搾取するような儀式だったのでしょうかね。数ある魔術の中には、迂闊に近づくのも危ない儀式があるというわけですね。気をつけなければ。そしてその反対側にあるのはボタニア関係の施設があるようですね。ボタニアは雰囲気が好きですが、今一つやってみようというのがなかなか出てこないんですよね。そもそも、魔術系のモッドに触れてみようと思わないのが、規模が大きくなるにつれて、場所を大きく取るようになってしまうというのが一番の要因だったりするからでもあるんですが。あ、でも、そう考えたらサイはそんなに場所を取らないのかな？それ用のスペースを確保したら触れてみることにいたしましょうか。こちらの施設は、リビングロックやリビングウッドを自動的に作り出せる施設でしょうかね。そして、ここの奥に見えるのは何やらトラップのような気がしますが、何でしょう？ああ、なるほど。ブラッドマジックの輸血袋でしたか。という感じで見違えるほどに、様々な施設が出来上がっていて、非常に見応えのある共同拠点、元イスモモちゃんの拠点となっておりました。私も見応えのある拠点をしっかりと作っていきたいな。あ、でも、見た目だけなら、ある意味見応えがあるのかな？というわけで、共同拠点より、椎名がお送りいたしました。ゆっくりコーマサーバー。ということで、場所を変えまして、こちらエクストラユーティリティーズのディメンジョン。ディープダークの共同拠点側のポータルとなっております。今回のゆっくりコーマサーバーでのブランチマイニングはこのディープダークで行うことをルールに定めており、非常にブランチマイニング行動が多岐にわたるようになっておりますね。私の拠点側からも繋がっていたりしますし。さて、どんなものか、見ていただきつつも、ここで前回の宣伝者様焼きになったコメントについてご返信していきましょうか。前回のパート3をご報告していただいた方々はこちらですね。本当にありがとうございます。K 様が運営するゆっくりコーマサーバー。参加できるというのがごくごく限られたメンバーのみ。ということで、
非常にどういう雰囲気なのか気になる人もいらっしゃいますでしょうから、定期的に動画にできればいいなと思っております。お次に寄せられたコメントにいくつかご返信させていただきましょうか。そうですね、呼びやすいようにどうぞとのことですね。黒い本体は今は別アカウントの別名義で活動されているようですが、そろそろ戻ってくると連絡が入りました。ああ、食料関係は正直なところ各自でとなっておりますし、とあるモッドを極めていくと食料ゲージが気にならなくなってしまうので、その影響が非常に大きいんですよね。実のところ、今回の参加されている人はそれほどいなかったりするとかしないとか、まのせ、というわけではないですが、誰かがサーバーをダウンさせたりするということがたまに起こったりしますね。工業系モッド、魔術モッドの試行錯誤でそれが起きてしまったりすることもございますが、そういった問題が発生した時の改善策、対策までの速度はやはり、早いな、と思いますね。はい。といったところでしょうか。そうそう、ブランチマイニング場が私の拠点とつながったと先ほどお話ししましたが、それがこちらからのブランチマイニング行動となっておりますね。ワイズプラプラのモディファイアーが適用された高さ3、横幅5の範囲で、松明の代わりにグローボールが配置されているのが私の採掘したところとなっておりますね。ひとまず、つながったというよりも、つなげたといった方が実は適切だったりしますが、それでも私の採掘したところと他の人が採掘したところはわかりやすいでしょうね。拠点の構成しているシアードストーンの原料ともなる石や丸石は、9割がここで採掘されたものとなるので、どうしても規模が大きくなってしまうんですよね。そして、ここから上昇することにより、私の拠点につながるディープダークのポータルになるんですけども、ポータルの位置をずらすなんてことはしていないので、初期位置のままになっているんですよね。そしてここがディープダーク、シーナちゃんの仮拠点となっておりますよ。必要最低限のツール作業台、シアードストーン用、シアードブリック用、合金作成用といった3種類の間質製レンドとレッドストーン農場、コンジェルジュドスライム、コーラスフラワー農場、そして、グリッドパワー確保用の施設、といった感じになっております。最近になって、ようやく倉庫関係をメインのオーバーワールド拠点併設し終わったところ、という感じですが、ゆくゆくはこちらの施設全部オーバーワールド側に移設しようと考えておりますね。仮拠点ではありますが、序盤で非常にお世話になった場所であるとも言えます。なので、ひょっとしたら、こちらでもある程度、建築というか装飾というか、何か作業をするかもしれませんね。あ、入った瞬間、一面レッドストーンオーキッドの花畑とか面白そうだな。ゆっくりコーマサーバー。というわけでディープダークより帰ってまいりました。私のマイホーム。ディープダークから戻ってきた場合、ポータルブロックの真上にブロックがあると、その真上のブロックにスポーンするようになっているみたいですね。それを利用し、私はツール関係を収納している2階に戻ってくることができるようにしております。拠点の寝泊まりする建物自体はこじんまりとしておりますが、拠点としている場所の周囲はしっかりと見違えるようになりましたよ。それでも、まだまだ工業化モッドや魔術モッドの施設がないので、形だけになってしまっておりますけども、その形に関しては少し自信がございますね。あ、それとシアードハーネスの上の部分が少し寂しいことになっていたので、ドラインブラックを置いて、非常食を作るスペースにいたしました。これで、少し厳しかった食料事情もかなり変わりましたね。いやー、でも、少し離れた位置から見下ろすと、本当にウキウキしますねー。砂漠に構える重厚な要塞。って感じがしてドキドキワクワクしてきません。これであとは施設関係の充実を図れば、もっと楽しくなりそうなので、